パキスタンに食肉学校ができますので、そこの生徒さんが勉強する教材として使ってもらうように準備しています。日本の進んだ食肉技術をパキスタンの人々に教えるためにやってます。ハラルの証拠です。お肉の良さを最大限引き出して、で、その部位に合った料理として使っていただけるような切り方を、ね、それをね今撮影してるんですよ。文化が違うんでね、その料理も当然全然違いますから。だけどその日本の、その食肉の処理の仕方をベースにして、パキスタン風にアレンジしてね、生かしていってもらえたらいいなと思ってます。日本風の切り方したらこんな美味しい料理ができたよって、ね、言ってもらえたら嬉しいですよね。